ンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今日はですね。はい。あの月曜日に三連戦佐々木チェックやって、はい、で楽天対ロッテ戦は4番の差で勝敗が決まったって言ったんですけど、はい、じゃあ細かくリードを紐解きながら、はい、今日は里崎塾、はい、こうやってリードを学ぼうへー、うわめちゃくちゃ久々ですね塾。そう、はい、だからなんていうんですか、まあね、じゃあソフトバンクだったら甲斐がね、打たれたら甲斐がなんとか、高谷がいいとかね、で茎が出てきてみたいな、はい、で戸柱、伊藤とかどうなんやとかね、梅野、原口、坂本とかね、はい、マルチネス、キャッチャー出てきて加藤どうなんやみたいなね、田村、柿沼、はい、柿沼だったっけあれ、ロッテは柿沼選手、はい、危ねえ名前間違うとか佐藤俊哉選手もね、いるし、はい、どうなんやみたいな、太田はどうなんやみたいな、ね、はい、なるけども、はい、ファンの皆さんね、言ってるだけじゃまとまらないんで、うん、勉強しよう、ここからも皆さんも一緒に勉強しよう、そう、実例出して、はい、で今日はもうめちゃくちゃ詳しく書いてきたんで、いやこれすごいですよ、この資料。資料は貼ります、はい、画面に。で、はい、まずはじゃあ浅村とレアードだけを取った、はい、試合で、まずロッテ対楽天戦のその前の週だから、ロッテはオリックス戦、はい、で楽天は日本ハム戦の浅村とレアードの、まあ、データだけで、はい、これも打った結果球だけです、はい、でこれ、ね、今貼られてますけども、全体的に浅村選手は、まあ、インコースも打ってますけど、アウトコース寄りの方が結構しっかり打ってますね、はい、こっちがアウトコースなんで、こっちにバッター当たってるんでね、うんうんうん、はい、でこれピッチャーから見た目です。あ、そうか、ピッチャーから、これ、はい、分かんなくなりますね、そうか、ピッチャーから見た方ですね、ピッチャーから見た、はい、うんうん、丸がストレート、うん、で三角がカーブ、はい、で丸に下にちょんちょんついてるのがフォーク、はい、で丸に左に線が入ってるのがスライダー、うん、で右に入ってるのがシュート、ツーシーム、でも、はい、あとは左ピッチャーだと逆になるんで、うん、これ本当は左と右で全部分けるんですけど、はい、今日はもう一緒くたにして、やってますけど、まあ、これがね浅村の日本ハム戦に対する結果球だけの記録ですけど、はい、24打数10安打打率4割1分6厘と、で基本的には、まあ、アウトコースの方が、まあ、しっかり打ってんなっていう感じですけど、基本的にはセンターから反対方向の打球が多いなと、高めはね結構しっかり振り切れてんなっていう感じがあるんですね。で逆にレアード、はい、まあ、こちらがねオリックス戦23打数8安打打率3割4分7厘というところでの、でもね打ってますけどね、まあ、うん、でまあ一番アウトローのセカンド内安打は、はい、これはもう C 打球、まあ、打球がね弱かったんで、うん、あんまり参考にしなくてもいいですけど、はい、全体的に引っ張り傾向はありますよね、うん、で、まあ、真ん中近辺の球をミスショットすることなく、まあ、しっかり打ててるなっていうね、はい、感じがありますけど、うん、まあ、これを元に、はい、こちらちょっと汚いですけど、ロッテ楽天戦の全球の、はい、全球全球のチェックポイントで、はい、青の黒丸が凡打、はい、もしくはフォアボール、四球って下に書いてるんですけど、はい、なんで赤の丸が安打ですね、ホームランとかヒットとかも含めて、はい、で白丸は、まあ、見逃し、上にちょんちょんって V マークがついてるのがファール、はい、で上にちょっと丸って小さい丸がついてるのが空振り、これはもうね僕しか分かんない、はい、こう横線とかは何ですか、はスライダーです、あスライダーか、はい、はい、だからこう球種はこれです、あ丸三角とか、はい、丸ピュッピュッっていうが球種で、うん、はい、でまあ、ここなんですけど、まあ、基本的にレアードに対してはインコースあんまり行ってないですね、そうですね、基本的にね、ってない、でしかもボール球が多いですね、はい、インコースは、でインコースほぼ投げなくてアウトコースの出し入れだけで、まあ、楽天は、まあ、勝負したんですよね、はい、でそれなんでかっていうと、レアードが、まあ、オリックス戦にインコースの球をいい感じで打ててたっていうところがあるんで、はい、インコースは一発あるからアウトコースの出し入れで、レアードっていうのはもともと高めが得意で低めが得意じゃないんですよね、はい、だからもうアウトコースの低めで出し入れで勝負していこうっていうところが、はい、このレアードのこの楽天との試合で見れてます。だから低め多くないですか、多いです、全体的にね、うん、まあ、アウトコースの低めっていうのは、まあ、必然に多くなってくるんですけど、はい、真ん中の低めとかも多く、うん、でそこが打ててないですよね、はい、結局は真ん中のゾーンが全然打ててないんですよね、ボンダが青ですよね、黒丸ね、はい、そうそうそう、黒丸、うん、なってるんで、はい、でそうなった時に低めに攻めらせすぎて、うん、レアードの
体がどんどん自分からこう沈んでいったんですよ。なるほど。バッティングで低めにだから、うん、あの右だったら低めどんどんこうやって右肩が下がっていったんですよ、はい、低くくる低くくる、そうそう、低くくる低くくるって言って、うん、どんどん潜る、だから潜るって言うんですけど、自分から低く潜っていくことによって、はい、距離を潰して、うん、ボール球も振るわ、潜るのに引っ張りにかかるから、はい、すぐ肩が開くんですよね。でそれによってバットの先に当たる、空振りする、潜るからフライが上がるっていうところで強い打球が打てなくなってるんですよね、はい、でその中で高めに若干打てるところも来てるんですけど、はい、潜っていくからそこがファールになったりフライ上がることによって打球が飛ばない。オリックスの時は上体立ったまま回ってたんで、自分の得意なところにバットっていうのは出やすかったんですけど、はい、でそれが楽天戦はすごい如実に出てたんですよね。でそれなんでかっていうと、このアウトコース低めから真ん中低めも、まあ、インコースも低め全部低めに丁寧に投げてるからこそ、レアードがそこに我慢しきれず自分から打ちに行こうとして体勢を崩してしまったことによっての全部のバランスが崩れたんですよね。はあ、なるほど。でホームラン打ってきてるから、はい、オリックス戦で、いやめちゃくちゃ打ってますよ、はい、で相手の4番の浅村は打つから、はい、自分も打たなきゃいけないっていうプレッシャーになってきて、どんどん引っ張りにかかるんですよ、はい、肩は下がる、肩は開く、はい、で頭は落ちる、でも引っ張るって打てるわけないんですよ。だから これをさせたのはこのリードのやり方ですね。おお、そうなんだ。このチャートから見るとね、はい、でこの高めのカーブ、ね、ヒットになってるんですけど、これ打球 C 打球でかあのカンチャンヒットみたいな感じで、いわばほぼ自分のバッティングさせてないんですよ、はい、だからでインコースは行ってもボール、うん、ね、あのほぼ使わない、はい、でも引っ張りたいからインコース意識してる、多分インコース意識してるのが見えたから逆に行かなかったっていうパターンもあるんですけど、うん、このアウトコースの出し入れで成功しながら低めをしっかり投げ切ったことが、このレアードを20打数1安打打率5分に抑えたもう一番 あのポイントですね。だからフォアボールも4つ出してるんで、はい、だからまあ打たれるぐらいだったらフォアボールでもいいよっていうパターンもあるんですよ。でもそれなんでかっていうと、その後ろにいるマーティンが21打数5安打と、はい、このマーティンも確かにあの、何戦目だったかな、3戦目かな、はい、ホームラン打ったりして活躍したんですけど、その試合だけで他あんまり活躍できなかったっていうところで、はい、まあ歩かしてもっていうところがあるんで、厳しく投げていって、まあ、歩かしても仕方ないっていう攻めが功を奏して、まあ、レアードをしっかり抑えきれたっていうところが勝ちにつながってるんですよね。いやだから本当に楽天のこうバッテリー陣の作戦がうまくはまったっていうことですね。しっかりね、だからまあインコース狙ってないからインコースは、うん、あのインコース狙ってるからインコースは投げない、うん、はい、アウトコース低めで、レアードは自分から崩れていって、はい、打てるところ真ん中近辺にもいっぱい来てます、打てるところも打てなくなった、うん、ね、っていうところがあの、まあ、このレアードが打てなかった、うん、で楽天が抑え切ったっていうところで、ね、やっぱこれ、まあ、キャッチャー太田選手だったじゃないですか、うん、太田選手はあこれ体勢ちょっと下がってきたなとかやっぱ見て分かるものなんですよね。普通は分かりますけど、太田が分かってるかどうかは知らないです。その時さんだったら分かる。僕だったら分かりますけど、はい、だからそう試合中分からなくても後々ビデオを見返して、あなってるなっていうことを気づいたらいけるなっていうのも分かるし、なるほど、あとはまあミーティングでそれやれって言われてるから、そこはいろいろチームのこともあるんで分かんないんですけど、ね、うんうん、本人が分かってるかどうか分かんないですけど、結果的にそうなったっていうね。うん、で逆にね、浅村っていうところを考えると、はい、日本ハム戦に比べたらアウトコースが打ててないんですよ。あー確かにそうですね。でも本当だ、全体的に浅村のロッテ戦は低めのバットの出た方がめちゃくちゃ良かったんですよ、うん、でも逆に高めの方があまりバットの出方としては若干擦り気味だなと思ってたところが、はい、浅村の場合はどんな局面になっても自分のバッティングに徹して崩れていかなかったんですよ、うん、これはレアードとの一番の違い。レアードはそこを攻められることによって自分が打ちに行って自分から崩れていって結果を出せなかったパターン、はい、浅村っていうのは打率2割8分5厘なんで、うん、打ってるかっていうとそんな打ってない、まあ普通ですね、はい、特別打ってるかっていうとそんな打ってない。先週の日本ハム戦が4割1分6厘ですから、はい、それに比べたらロッテ戦は2割8分5厘なんで、うん、ロッテとしては攻め方としてはそんなに間違った攻め方もしないんですよね、はい、まあ、基本的にアウトコース中心でインコースのボール球もしっかり使って、うん、インコースもしっかり投げてる中でのアウトコース勝負なんで、うん、基本大きく間違ったような配球はしてないんですけど、はい、浅村がそのインコースの厳しく攻めるところをアウトコースの、ね、特にアウトコースは変化球が多かったですけど、はい、その変化球の揺さぶり、コースの揺さぶりに対しても体勢ほぼ崩さなくて自分のバッティングに徹したんですよ。
火曜日から日曜日まで、はい、ほぼだからあっさりしたところもありますけど、はい、諦めがしっかり良かったですね。打てる球は打つ、打てない球は打てない、でもそこは仕方ないみたいな、はい、っていうのが徹底されてたなと思うんですよね、うん、だからこのインコース低めのフォークボールをホームランに昨日ね、うん、三馬の投球したんですけど、はい、その横に黒丸のフォークボールがあると思うんですけど、はい、それをその前の打席で見逃し三振してるんですよ。それからとってのこれだからね、はい、うまくいったと思って同じ攻めしてもダメなんです浅村は。なるほど。そこは相手がしっかり読み切って、うん、低めをすくい上げて、はい、でもともと低めがこの6連戦バットの出方が非常に良かったんで、うん、要はその前の見逃し三振っていうのは頭になかったから手が出なかったんですよね、はい、でも頭にあったことによって低めは出だしバットの出方が良くなることによってのその見逃し三振からホームランになってるんですよ。すごいな。そのだから前の打席とか、うん、前に来たボールっていうのをちゃんと覚えて、もちろんもちろん、で、うん、でバッテリー側は前行けたから今回も行こうって、はい、同じ策は通用せんぞ、ね、だ基本的に浅村は打てるところ打ってるだけです、うん、そんな厳しいところ打ってるわけじゃないんで、はい、この、 ロッテ戦も、はい、真ん中に来た球を見逃さずね、アウトコースちょっと甘くなったら見逃さずね、インコースもっていうね、この打てるところをしっかり打ってるところがで、それをまあホームランにね、はい、ホームランすごい4本は、ね、ホームランが1、2、3、4本打ってるんで、うん、そういったところでもこのレアードとの違い、体勢を一切崩さなかった浅村、うん、で体勢を自分から崩しちゃったレアード、うん、でそれはどういう配球から見えてきたのかっていうと、これもう超簡易的なやつなんで、はい、本当はこれをカウントごと、うん、カウントごと本当はね0-0とか、はい、うんね、ワンボールゼロストライクとか、はい、ツーボールゼロストライク、スリーボールで、ワンストライクゼロボール、うん、ツーストライクゼロボールとか、ワンワン、ワンツーとかね、うん、全部カウントごとに、うん、でもちろん右左別、はい、でランナーがどこにいるか別、はい、とか、うん、あと空振りとか、はい、ヒットとかファールとか、はい、ボンだっていうのも全部出したりしながら、うん、はい、だからこういうのが一人に対してもう何十個もあるんですよ、はい、でそれをキャッチャーは毎試合毎試合もう確認とかして、そう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 、またもう全部インプットしていくわけですよね。そう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 、まあ試合出たらそれインプットしなくてもどんどん自然に頭に入っていくんで、はい、まあ改めてする必要はないですけど、はい、そういうのを全部確認しながら、あ、このカウントはこういう傾向があるとか、はい、このカウントはアウトコース寄りの方がヒットが多いとか、うん、このカウントはここにファールゾーンあるとか、はい、このカウントはこの球種はほぼ反応もされてないとかっていうのが出る中でやっていくんですけど、うん、はい、これはもう超もう全部一緒くたにしたんで、正直僕が見ないとめっちゃ分かりづらいと思いますけど、はい、でもこういうのを、うん、見ながら、だってこれたかが1週間でこんだけあるんですからね。そうですよね。1週間ですよ。だってそう、だから今シーズン始まる前とかだったら去年の分とかを見るわけですよね。そう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 、もうこれ簡易的って言いますけど、多分私たちの素人が見たらなんじゃこりゃっていうレベルですよね。赤村もこれを見ながら映像を見るとめちゃくちゃ分かりやすいんですよ、はい、だからか、はい、ということはフォームを崩すためには何しなきゃいけないのかって考えるんですよね。フォーム崩さないから、浅村選手は崩さなかったわけですよね。そう、うん、で崩さない中でもやっぱ打てて、だからその打てるのはやっぱ下がってるんで、はい、選手に比べると、うん、だから状態はめちゃくちゃいいかって言われるとめちゃくちゃいいわけじゃない。でもこう、うん、自分の得意なところに来たやつをミスショットするなく打ってるっていうだけなんですよ。だからそれをミスショットだから、そのミスコントロールしないようにしなきゃいけないですね。怖いですね。だからレアード選手も本当に自分の打てるところを打ちに行くっていう自分のバッティングを忘れなかったら似てたんですけど、でもそれを忘れさせたリードですね。リードで逆に忘れさせない、それを追いかけちゃって、だから追いかけちゃダメなんですよ、はい、浅村は追いかけなかったんですよ。ここにも差があるんですけどね。だからロッテがそんな間違った配球してるかっていうと、うん、そんな間違った配球はしてないんですよ、はい、でもここ一でミスコントロールしたのをミスショットしなかっただけ、はい、レアードはミスコントロールしたやつをミスショットしてしまった。真ん中ラインについてるところの黒丸がめちゃくちゃ多いでしょ、はい、浅村って真ん中近辺に来たところの黒丸ってのはほぼないじゃないですか。ないですね。で打てるところを本当にちゃんと打っていけるってことですね。で浅村がボンダしてるところって難しいところだけボンダしてるんで、はい、だからそれは打ちに行くしかなくてボンダしてるだけなんですよね、うん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 、レアードは基本的に打てる、自分が打てるようなポイント、高めのポイントもそう、打てるようなポイントをミスショットしてるんで、はい、ここが大きな違い。それなぜかっていうと、ホームを崩されたレアード、ホームを崩さなかった浅村ですね、うん、いやすごい。だって前の週って、まあ、2人とも3割以上、4割以上打ってて、うん、実力ってのは2人ともちゃんとあるわけで、うんうん、でも、こんだけリードとかそういうところだけで
こんだけ打率変わるというか、そうなんですよ、ね、変わってきちゃうんですね。そうなんですよ。だからそういうのがね、面白いんですよね。面白いですね。これこうやってやっていくとリードがより深く分かってくるし、うん、だから皆さんも、はい、誰か一人にピックアップして、はい、こういうのつけてみると面白いかもわかんないですよ。なかなかつけられる人いないと思います